世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は、日本の神社が神秘的すぎる、この神々しさが漂う場所は異世界か、と海外の方たちがざわついていましたのでご紹介いたします。日本には多くの神社があり、どれも荘厳な雰囲気を漂わせています。その中でも、熊本県の上式見熊野今須神社が神秘的すぎると海外で絶賛されていました。上式見熊野今須神社は神秘的すぎる空間を持つ神社として、日本国内でも近年急速に知名度を上げ、参拝する方も増えているそうです。何事のおわしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼれるという西行が伊勢神宮を参拝した際に読んだ有名な歌がありますが、神社にそういった神秘性を見出すのは何も日本人だけではないようでした。先が見えないほどの長い長い階段、100に及ぶほどの灯籠、これらの景色を見た海外の方たちが、日本の神社の異世界観がすごいと話題になっていました。話題になった景色は上式見熊野今須神社のものです。熊本県の阿蘇郡にある上式見熊野今須神社はあまりにも神秘的すぎると国内外で話題になっており、アニメ蛍火の森へのの舞台にもなっているようです。そのどこか異世界に引きずり込まれそうな神秘的な光景に、訪れた人が声を揃えて言う言葉があります。入った瞬間に空気が違うのを感じた。この神社の敷地内に入った途端、なんだか空気が変わるのを感じる、とても不思議な体験ができるほどの神秘的な空間なのです。この神社を見た海外の方たちの様々なコメントをご紹介していきます。大げさでも何でもなく、何時間でもいられそう。あの場にいたら間違いなく神の存在を感じると思う。門を抜けたらどんな世界に旅立てるんだろう。こんな伝統を日本人はどうやって守ってきたんだ。きっと鳥居の奥には脅威の世界が。何年か前に何箇所か神社に行ったら魅了されてしまったよ。お寺にも旅館にも日本料理にも、数世紀前の世界へのゲートなんだと思う。幻想的すぎるし素敵すぎる。今の生活が落ち着いたら日本に巡礼しに行くわ。天国に続いていそう。日本には美しい場所がいっぱいあるね。本当に存在しているのが信じられない美しさ。ロード・オブ・ザ・リングの世界から飛び出してきたみたい。これこそまさに日本にしかない美ですね。日本ほど日常に美が溢れている国はちょっとないと思う。あの鳥居の階段、数百年間誰も通らなかったみたい。現実感がなさすぎてアニメみたいに見えちゃう。偉大な天皇たちが守ってきた場所だね。日本人は霊魂の存在を信じている。写真からもそういった存在が感じられる。非現実的な雰囲気だよね。本当に異世界みたい。何度あれはあの空間に足を踏み入れた時、自分がどういう精神状態になるのか想像もできない。自然と神秘性を組み合わせて美に昇華させる。そういった日本人の美意識は本当に見事だと思う。わあ、これは絶対行かないと。でも大抵実際よりも写真の方がよく見えるんだよね。京都の竹林も観光客が多すぎてがっかりだった。このコメントを見ただけでもどれだけ神秘的で異世界の空気感がある場所なのかが伝わってきますね。そしてこの神社に来たら必ずしておきたいことがあります。それは大きな岩にさらに大きな穴が開いているウゲト岩に触れることです。なぜかというと、ウゲト岩にまつわるある伝説が起因しています。その名もウゲト岩伝説。竹岩辰巳ことが従者喜八方士に命じたことが関係しているとされています。ところで竹岩辰巳ことをご存知でしょうか。竹岩辰巳こととは日本の神で阿蘇神社の祭神のことです。ある時竹岩辰巳ことは祖父の神武天皇の命を受けて阿蘇山へいたり、外輪山の上から目の前に広がる湖を眺め、その広大さに感心して水をなくして田畑を作ろうと考えました。そこで従者喜八方士に命じ、
外輪山の一部を蹴破ろうとしましたが、一度目に挑戦したところはなかなか蹴破れなかったのです。しかし喜八方士は諦めず、別の場所で再度挑戦し、今度は見事に蹴破ることに成功、巨大な大穴を開けました。そこからどんな困難でも立ち向かい、最後には成し遂げることができるということで、ご利益があると言われているそうです。世界でも人気のある神秘的すぎる神社、日本人として一度は行っておきたい場所ですね。ぜひ行きたいと思った皆さんのために、実際に行った方が上式見熊野今須神社について詳しく記事にしていましたのでご紹介します。人気漫画作品の舞台になったことで人気に火がつき、異世界のような景色を求めて上式見熊野今須神社には全国から多くの人が訪れています。手つかずの自然の中で長い時を刻んできた神秘の場所を全身で体感してきました。さあ、階段を登って鳥居をくぐれば、そこからは異世界です。ちなみに参道は260段以上の階段が続き、足場が悪い場所もあるので、ヒールなど歩きにくい靴は避けた方が良いかも。夏場は夕立や急な通り雨が多い地域なので、雲の様子を見て折りたたみ傘などを持っておくとベターです。鳥居をくぐると杉並木の中で参道が奥へ奥へと伸びています。参道を進むと、最初は土の道が少し続きます。目の前は苔やツタ、杉の木が織りなす緑一色の異空間。国道から入ったばかりなのに不思議と静かです。参道の左右には鬱蒼とした杉の森が広がります。空気が気持ちいい。少し歩くと石段が現れ、ここからは階段がずっと続きます。運動不足の人は少し覚悟が必要な傾斜です。苔やシダに覆われたたくさんの石灯籠や石段、石垣を見ながら登っていくうちに、だんだんと森が深くなっていきます。どこか違う世界へと一歩一歩足を進めているような気分です。木漏れ日が届かなくなると、一層神秘的な雰囲気が高まります。妖怪が出てきても驚きません。むき出しの木の根や崩れかけた石段もあるので、足元には気をつけて。このありのままな感じも魅力です。連なる灯籠の奥に鳥居、その奥に神殿が。石段を10分ほど登り続けると、ようやく神殿に続く鳥居が見えてきました。参道には100基を超える石灯籠が連なっています。少し登って鳥居を見下ろす構図も絵になります。アニメの作中でも登場人物が並んで下っていた場所です。260段以上の階段を登りきり、ついに神殿に着きました。昔から高森の住人たちが密かに守ってきた無人の小さな神殿です。境内にはこの神社のご神木であるナギの木が植えられています。ナギは昔から魔除けの力があると信じられ、その葉はお守りとして用いられることもあったそう。さらに男女の縁結びや人とのご縁を結ぶ縁起の良い木とされています。恋愛成就や商売繁盛をお願いするのも良いかもしれません。ナギの葉には葉脈がなく、縦にはすぐ裂けるが横にはなかなか裂けないことから、縁結びのご利益があると言われているそうです。神殿のすぐ脇からさらに上に登る通路があります。これは神社にあるもう一つのパワースポット、宇毛問岩へと続く道です。急な傾斜の参道を登ると、何やら洞窟のようなものが見えてきました。でも確かに穴の向こう側の景色が見えます。たどり着くと確かに大きな穴が。これが宇毛問岩です。岩が大きすぎて山肌がえぐられたような迫力の風穴です。岩の裏側に回ると、真下に神殿の屋根が見えます。この空洞も神社の御神体、中には賽銭箱もあるのでお参りをしましょう。現実の世界とは思えないような美しく厳かで幻想的な空間の中でお参り、綺麗な空気とパワーをもらって参道を下り終わる頃には生まれ変わったような心地になりました。非日常の空間に触れたい方や幻想的な写真を撮りたい人にぜひ訪れてほしいパワースポットです。
いかがでしたでしょうか。詳細に書かれた記事だったので、上式見熊野今須神社の様子が伝わってきましたね。これから行かれる方は、ぜひ参考にしてみてください。動画をご覧の皆さんのおすすめのパワースポットはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。